はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、前回の続きやっていきましょう。前回の続きというか、前回は雑談動画だったので、雑談動画の続きになるんですけど、まあ雑談はしないですけどね、今日はね。はい。ですね、いろいろね、実は、あ、これ昨日の雑談しながら、雑談動画の、裏で流れてた本を漁った時に撮ってきたやつなんですけど、これね、結構な量取りまして、これ、アーマーアップとかもね、めちゃくちゃ一件ですごい量の本を取りましたね。でね、特筆すべきはですね、特筆すべきはこれです。車両の冒険が11冊も出ました。動画見てもらったら分かると思うんですけど、車両の冒険がなんと11冊も出まして、ということはですね、ということは出てる？出てないか？多分100になったんだよね。100になったと思うんだよ、多分。出なかった今。ライフパイプルクオリティ5とかじゃなくて、あ、ほら !100! 来ました！ジャイロコプターまでついに到達したよ。コンプリートしました。電気技師もコンプリートしたけど。電動ドアは別にいいんだよ。もう作れたけどね、電動ドア、すでにね。うん。あと、これもコンプ、医療品もコンプリートしてね、救急キット。まあ、あんましこの辺は、あ、これも作業台も、作業台はもともとか。作業台はとっくにコンプリートしてるか。上がってないのは全然上がってないね、これ。スレッジハンマーなんか、全然使わないから、弓とかもね、弓とか槍とか、この辺全然使わないから、全く上がってないけど。うん。電動ドアはね、もともと作れたんで、今電動ドアついてるんですけどね、昨日の動画見た人はなんとなくっていうか気づいたかもしれませんけど、これね、一回こんな風にしてシャッターついてるんですけど、これ、電動なんだよね。電動っていうか、この、なんかガレージドアがさ、このガレージドアさ、電動しか作れないんだよね、なんか。なんで？手動でいいんだけどさ、別に電動である必要ないんだけど、なんか電動しか作れなくてさ、これ、なぜか電動、なんだろうね。手動で全然いいんだけどね。で、これ出るときね、ここ踏んでからここに乗って、で、こう出るみたいな感じなんですけど、なんかね、トリガープレートって車で乗っても反応しないんだよね。なぜかね。そういうもんだっけ？あんまり使ったことないからわかんないんだけど、車で踏んでもさ、トリガープレート反応しなくて、で、こっちは人感センサーにしてあるんだけど、人感センサーもね、車反応しないんだよね、これ。人が乗ってるところまで行かないと反応しない。謎。うん。はい。という感じになっております。電動ドアね。電動ドアっていうか、うん。なんか普通に作れたけどね、スキル上がる前も。はい。作れたというか、電動ドアしか作れなかった。電動シャッターしか作れなかった。手動で十分なんだけど、本当は。はい。まあ、それはいいとして。でね、拾ったのがいくつかあって、これ見て、ほら。プラズマオーガー。プラズマオーガーと、あとこれがよくわかんない。レーザーマイニングガン。こういうね、謎のやつを拾った。ちょっとこれ使ってみようか。なんかわかんないけど。謎の部品を拾いました。まあ、オーガーはガソリンいるのかな？ガソリンいるんかなこれ。ちょっと待って。オーガーはまあ、オーガーだと思う。あ、ガソリンいるんだね。いかついね。あ、メーターついてる。なんかメーターついてるけど、ちょっと掘ってみようか。どんなもんだろう。めっちゃ掘れんのかな。よいしょ。掘る場所も微妙だけどね、どこ掘ろうか。まあ、どこでもいいんだけど、別に。拠点の、迎撃拠点のとこ掘ってみるか、ちょっと。やってきました。迎撃拠点。やってまいりました、迎撃拠点まで。ここちょっと掘ってみる？まあ、ガソリン入れて、ジョボ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 。ああ、そんなにすごくはないね。あ、そんなにめちゃめちゃ掘れるわけじゃないな。ああ、まあ、微妙だね。微妙っすね、なんかね。オーガのちょっと強力になった感じか。これは何なんだろう、マイニング。マイニングガン。レーザーマイニングガンって何？銃なのこれ。あ、でもガソリン入れるんだ。こういうこと？あ、こういうことだ。あ、こっちのが強えわ。こっちのが強え。あ、こっちのがすごい。こっちのが強い。
ちゃんと素材は手に入るんだね。あ、こっちのが強いわ。ガソリンは食うけど。へえ。しかもこっちのは静かじゃない？なんか。ねえ。あ、すごい。これでちょっと穴掘るの楽かもしんないね。このモッドはさ、多分地下に潜るのが正解なんだよね。夜になるとさ、半端じゃない量の巨大メカが襲ってくるんで、多分ね、荒れ地で生活するなら地下に潜るのが多分正解だと思うんだよね。多分ね、一回潜ってみる、試しに。どっかから。トレーダーの、こういうの壊すのも早いのかな？あ、こういうの壊すのも早いんだ。ちょっと、石に対してのダメージは今一つかな。鉄は？これなんか簡単に壊れる。あ、これ簡単に壊れる。鉄は？強いな、強いね、これね。こいつを壊すのはちょっと大変かもしれない。コンクリートはなかなか壊れないんだね、やっぱね。コンクリートなかなか壊れないわ、やっぱり。強いわ。なるほどね。いや、でもこれショベルの代わりにもうこれでいいでしょう。なんか俺、鉄鋼ショベル拾ったんだけどさ、鉄鋼ショベルいらなくなったね、これね。これでいいわ。すごっ。あとなんだっけね、前々回から作ろうと思って作らなかった、マイニングなんちゃらを作り、あ、これ、オートマイナーちょっと作ってみよう。オートマイナーってなんだよ。穴掘ってくれんの、勝手に。300、あ、でも300あるわ。めちゃくちゃすごいね。スチール300使うって結構、あ、待って。これと、エンジン。OK。あ、すごいね、これね。4分かかるけど。あ、この辺。このガレージドアがさ、なんで全部電動なんだろうなと。手動のやつも、なんか、ね、物件によっては手動のやつついてる物件があったけど、でもね、これじゃないもんね、シャッタードア、サイズがこの 4×3、4ブロックの幅のやつが良かったんだけど、こっちのシャッターだとさ、4ブロックの幅がなくてさ、3、5、7だから、下の壁に合わないんだよね。残念ながら。ほら、この木製もさ、結局電動なんだよね。なんか知らんけど。ね、電動以外作れないもんね。鉄製ガレージとは、でも、サイズが違うな。4×3 がいいんだけど。ね、なぜかそうなんだよな。あ、あと忘れてた。俺、報酬もらってないんだった。報酬もらいに行こう。クエスト報酬もらってないんだった、そういえば。クエスト報酬もらいに行こう。ジェンさんがさ、なんか、地下に潜っちゃってさ。ジェンさん今ね、ジェンさんいないんだよ、ほら。ほら。ジェンさんいなくなっちゃってさ、あれ、どこに行ったんだと思って、この辺壊したらね、出てきた、ほら。こんなとこにいる。なぜか下に落っこっちゃって、ジェンさん。あ、レーザー SMG の6だって。あ、これは強いよ。92だって、これもらおうか。オーガがあるけど、オーガでも、まあ、今更だな。今更オーガだね。まあ、これもらうか。ありがとうございました。レーザー SMG 試してみよう。ちょっと。まあ、いいか、これ開けといても。どうせ壊されるから。レーザー SMG ね。すごいね。試してみたいね、ちょっとね。今日はレーザー SMG 試して終わりにしようか。でもこれ何がつくの？レーザー SMG 何がつくんだ？そもそも。あ、そうそう。レーザー SMG じゃなくて、レーザー SMG もそうだけど、ロケラン拾ったんだよな。あ、ロケランどこ行ったっけ？あ、これほらほら。プラズマロケットランチャー拾ったんだよね、そういえば。ロケランもちょっと使ってみたいね。ロケランも使ってみたいぞ。まあ、こっちのより絶対 SMG のが強いから、これのやつを一旦抜いて、これ抜いちゃって、SMG につけるか全部。ん？
あ、そうか、待て、違うな、逆だな。これはこれでつけといて、こっちを変えた方がいいか。こっちを変えるか。ね、弾いっぱい、弾何種類も持たなくて多分済むでしょう。あ、つかないんだ、これ。SMG には、そうか、SMG には4スコとかこの辺つかないんだ。まあ、そういうこと？そういうことですか。この辺ならつくのかな？ドラマ側ついてる。ああ、これとこれならつくんだ。ああ、なるほどね。そういうことか。じゃあ、これに、つく？あ、これつくね、全部ね。じゃあ、こういうことにしとこうか。こう、こう来て、こう来るか。こう来て、こうしときましょうか。あとは、あ、ちょっと待ってよ。これはもういらないでしょ。これもなんかいろいろついてるけど、これにつくのあるのかな。あ、これつくんだ。あ、これもつくんだ。あ、ということは、あれか。バンカーバスターとか、アイアンブレーカーとか、バンカーバスターならつくのかな。ないやん。ないわ。残念ながら。重りヘッド。アイアンブレーカーは、あ、バンカーバスターあったあった。この辺ならつくのかな。この辺ならつくって、あ、つくね。これとこれならつくんだ。あ、オッケーオッケーオッケー。ブロックダメージ4、ん？なんか、ブロックダメージあんま低くなくない？ 8.1?8?近接ダメージ、ブロックダメージ、え、なんかようわからんな。ん？強いのか弱いのかよくわかんない。49.5 連射するから、まあいいのか。強いのか。本当かよ。ようわからん。よくわかんないな。基準がよくわかんないな。で、まあこれはもういいでしょ。で、この辺もいいでしょ。あとロケランか。ロケランが918。ロケラン何がつくんだろう。ロケラン何つくんだろうね。何もつきそうにない。何もつきそうに。あ、全部拾って、全部拾って何がつくか見るか。何つくのロケランって。あ、スコープつくんだ。2スコーつくらしい。マズルブレーキ、フラッシュライト、歩行困難。あ、そんだけ1000超えたよ。1000超えたわ。1156だって。ブロックダメージ39だから、ブロックダメージはやっぱ大したことないね。じゃあ室内で撃ってもそんなに、室内がぶっ壊れることはないかもしんない。ね。ロケランか。はは。ちょっと撃ってみたいね。もう、モッドが溢れておりますが、一旦全部しまうか。はい、OK。ロケランどんなんだろう、構えたら。ロケラン。あ、こんなんだ。たまたま。ロケランの弾、これだ。120発もあるんだよね。100、あ、使えるよね。使えるね。そういう覗きなんだ。あー、その辺はロケットランチャーと同じアクションですね。すごいね。撃ってみたいね。これ、レーザー SMG。ほう。弾はレーザー、あ、エナジーセルでいいんだ。ということは、これはもう置いてってもいいっていう話になって、エナジーセルだけ大量に持ってりゃいいよっていう話になるよね。うん。なるほど。スチールがちょこっと余った。じゃあ、ちょっと試し撃ちしたいね。試し撃ちに行くか。なんでお金持ってんだ？お金が。ああ、お金がね、だいぶ余ってきた。ここにいっぱい貯めてんだけど。いっぱいでもないか。うん。オートマイナーは？あ、オートマイナーできてるじゃん。オートマイナーちょっと設置してみよう。これは、でけえかな。でかいっすかね、これ。あ、でかい。めちゃくちゃでかいね。ああ、そういうやつか。これ、別に、別にさ、これ、あれっすかね。別に、なんていうの？地面じゃなくてもいいやつかな。
大体こういうの地面じゃなくても平気なんだけどさ、こうじゃないな、斧がいいな、斧。地面に、大体地面に置かなくても大丈夫なんだけど、こういう系のやつって。ね、アンデッドレガシーとかにもあるけどさ、採掘機ね。あ、でも置けないんだ。あ、置けないらしい。地面じゃなきゃ置けないのかな、ちょっと。地面、あ、地面にも置けないじゃん。え、土じゃなきゃダメとか言う？え、置けないけどね。あれ？今一瞬置けそうだったね。あ、ここ、あ、ん？どこなら置けんの？あ、ここ置けるじゃん。あれ？ここ置けるじゃん。こう置いてみる、ここに。あ、回り出した。回り出したよ。伸びんの？あ、伸びる。リアルに穴開けていく感じ？リアルに穴開けるスタイルですか、これ。あ、マジ？あー、すごいね。これ自分当たったら、あー、あ、そうなの、リアルに穴開けていくスタイル？プログレス 2%。これ 100% になったらどうなんだろう。すごいね。まあいいか。まあそういう、やらしとこうか。やらせておこう。ちょっとじゃあ、あの、巨大ロボにロケラン撃ってみたいけどね。巨大ロボ探しに行くか。巨大ロボ。ちょっとでかいやつにロケラン撃ってみたいよね。一回ね。ガシャン。どこに行ったらいるかなっていうもんでもないんだけどね。こっちじゃないかな。ああ、こっちちょっとあんま行きたくない。道のあるところに。ちゃんと、ちょっと、あの、この、このさ、バックの仕方が絶対おかしいんだよね、これ。こっち向いて、あ、そうそうそう、いいよ。左の方に行ってみるか。湧いてくるときはめっちゃ湧くんだけどね。昼間はでも、昼間はあんまり湧かないかな、巨大ロボ。夜はめちゃくちゃ湧くんだけど。夜はほんとめっちゃいるんだけどね。切りないやんっていうぐらい来るんだけど、夜は。次から次へと。昼間はさすがにね、そこまで来ないんだよね。残念ながら。残念ながら？残念でもないけど、別に来なくていいけど。めんどくさいから。めんどくさいからね。まあ、大して強くはないんだけど、あ、いるね。いた。こいつに。え？聞いてないやん。え？聞いてないけど。え？どこにね。当たった。あ、じゃあ、あんまり聞いてない。あんまり強くないぞ。え？一撃で倒せるぐらいの威力じゃない。ああ、大したことないね。大したことないぞ、ロケラン。マジか。これは？こっちの方が強いんじゃないか。こっちの方が強い。レーザー SMG の方が強いぞ。これちょっと待って、遠距離ダメージいくつになったんだ、これ。レーザー SMG。115か、115は強いね、確かにね。そして63発も出る。あ、いいね。レティクルも小さいから、これ。めっちゃ狙いやすいよ、これ。すげえ。ロケラン今一つだね。ロケットランチャーが思ったよりもって感じだな。あ、だいぶダメージ入っちゃってんね、これね。あー、そうだ。ロケランちょっと残念だね。フェラルフォードでガンガン連射したら面白いかなと思ったけど、あの、今の感じだと全然倒せないな、撃ったところで。ねえ。全く死なないんじゃないか。むしろこういう雑魚キャラに向けて撃つしかないんじゃないか、これ。あ、たたまいちゃう。雑魚キャラに向けて撃つぐらいじゃないの。あ、自分が死にそうだな、なんか。巻き込まれるな、自分が。おお。あ、強い。
じゃあ、あいつに向けてロケラン撃ってみるか。こいつに。ガジャン。当たった。あ、死んだ。一発で。あ、当たりどころによるのか。あ、敵によるのか。あいつが強すぎたのか。一撃で死んだね。こいつ、こいつ強そうなのに。人によるのか。人に、相手によるのか。こいつも HP 何本あんの、こいつ。7000もあるけどね、HP。7000一撃で死ぬの。いで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 、一撃じゃ死なないか。2000ぐらいか、ダメージ。ダメージ2000ぐらいだね。危ない危ない危ない。そこだ。あー、確かに。2000ぐらいだね。2000ぐらいだわ。一発じゃ死なないのか。死んだだろう。あ、死んでない。まだ生きてる。いや、これで撃った方が早いわ、それだったら。それだったら。普通に撃った方が早い。普通に撃った方が早いわ、ロケラン。一発で死なないんだったら。ねえ。なんてことだ。あ、これ、あ、待って、これ未使用じゃん。入ってんじゃない、まず。あ、もう、でも本いらない。もうそんなに本いらないか。もうそこまでいらんかもしれん。そうか、ロケランちょっと残念な結果だね。非常に残念ですね、ロケットランチャー。がっかりだね。がっかりだわ。帰るか、がっかりだから。あ、どっから来たんだっけ。こっちか。だいぶがっかりだったな。待って、ちょ、人に、いろんなやつに撃ってみたいね。こいつ爆発するから、あんまり近くから撃ちたくないんだけど。あ、全然効いてないやん。こいつも強えな。あ、いた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 。絶対 SMG のが強え。あ、いた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 。絶対 SMG のが強え。明らかに SMG のが。ちょっと俺の車をいじらないでください。車を。なんかドクドクしてる。ドキドキ言ってる。絶対 SMG のが強いやん。明らかに。こいつも強いんだけど、連射すれば倒せる。鬼連射で倒せる。鬼連射で倒せるわ。うん、やっぱちょっとロケランは残念な感じだね、なんかね。あれ？あ、違うんか。巾着かと思った。ロケランちょっと残念な感じだな。うん、あんまり使いどころはないかもね。倒せないんだったら、倒せるんだったら、あれだったけど。倒せないんじゃしょうがないな。ねえ。倒せないんじゃしょうがないな。それは、それはダメだわ。ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょうか。次回ちょっと車作ってみようかな。フライングカー。フライングカー作る。あ、待って、パコンパコン言ってるね、なんか。マイナーが。マイニングが。これね、こっちから入って向こうから出るっていう一方通行になっております。はい。こっちから入って、よいしょ。パコンパコン言ってる、なんか。あ、言ってるね。壊してるね。あ、でもこのドリルはこれ以上下がらないんだ。14%。100% になったらどうなるの？ 100% になったらどうなるんだろうね。何が取れてるんだろうね。そもそもね。見れないんだ。見れない。途中は見れないんだ。なるほどね。はい。じゃあ今回この辺にしておきましょうか。次回。待って、フライングカーが本当に作れるかどうか確認しようか。フライングカー。フライングカーだっけ？あ、これこれ。フライングスポーツカー。まあ、シャーシか。シャーシが作れなきゃしょうがないのか。シャーシ。あ、作れる。フライングスポーツカーシャーシ。フライングトランスポート。フライングトランスポートがあのかっこいいやつだ。でも俺、フライングスポーツカーの方がいいな。個人的には。よし、じゃあ次回。じゃあ次回ちょっとこれ作って、
飛び回ってみるか本当に飛べんのか知らんけど、はい、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大神さんでございました。またね。